むくみには発想の転換が大切です。こんにちは。今日はむくみに対するご質問にお答えしたいと思います。ね、むくみね、もうね、足がむくんじゃってとかね、顔がむくんでとかね、よく聞かれるご質問ですね。むくみね、まあいろんな説がありますが、私はですね、この体の中の余分な水分ですね、残ってる。で、これが重力によってだんだんね、朝からこう下がってってね、それでまあ足とか下半身にパンパンになってくる。まあ具体的に言うと、例えば朝ね、この寒い時期ブーツ履いてったらね、夕方に足がパンパンになってブーツが履けなくなったとかね、こうよろしくない事態が起きてしまいますね。で、まあこれに対してですね、まあなんかお薬、なんかこう何かを食べればいいとかね、なんか薬飲めばいいんじゃないかとか、これを飲むんだ、あれを食べるんだとかね、いう発想から私は変えた方がいいと思います。なぜかっていうと、これ体の中の余分な水分なんですね。ですからこれを出す、余分な水分出していく、まあ、汗とか排泄ですね、いわゆる便とか尿とかで出していく、これがいいと思うんですね。ですので、この何か食べる飲むっていう発想から、この出す発想、ね、汗とかね、こういうふうに変わっていけばいいわけですね。余分なんですからね。寒くなってくるとね、トイレに行く回数やっぱりどうしても減ってくるとかね、働いてる方とかやっぱりずっと外を出てる、立ちっぱなしなんて方も結構多いと思いますんで、家にいる時とかね、本当にこうよく体の中の余分な水分を出していくことがいいと思います。やっぱりそういう私は運動だと思います。無理ない形、歩くとかでもいいですね、水泳とかでもいいですし、まあヨガなんかやっていただくと嬉しいんですが、体を動かして、腸の動きが活性化すればね、やっぱりどんどん出てきます。で、腸の動きが活性化しないっていうのはやっぱりまあいろいろありますが、一つはやっぱ食べ過ぎとかですね、体に物が入りすぎて胃が消化しきれない、腸が消化しきれないぐらい入ってしまうと、やっぱり動きは悪くなりますね。ですんでね、まあなかなかこの美味しいね、秋の美味しい味覚、冬の美味しい食べ物、鍋とかね、祝い事とかね、集まりである中でこういうこと言うと嫌われるんですが、まあ私は別の動画でね、嫌われる勇気をね、実践してるっていうんでね、まあ多少ね、皆さんも断ってもいいんでね、なかなか食べる回数私は減らした方がいいと思います。よかったら一つの意見として参考にしてみてください。よかったらこちらからチャンネル登録をよろしくお願いします。